はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターの小平です。今回は DSi と XFly Pro 2と XFly 5の比較レビューやっていきたいと思います。どちらもアシックスのトップモデルスパイクで、どちらもカンガルーレザー採用で、どっちもいいスパイクっていうのはね、もう間違いない事実です。まあ、そんな中ですね、まあ、俺は XFly Pro 2派だなみたいな人ももちろんいれば、いや俺はやっぱり XFly 5が好きだっていうね人もいたりとかして、まあ、ここはね、どっちもいいスパイクなんで、どっちを好きになってももちろんそこは自由ですしってところなんですけども、まだこの2つを履いたことがない中高生とかは、果たしてこの、どっちもいいスパイクなんだったら、じゃあどっちを買えばいいのか迷うっていう方もね、中には出てくるんじゃないかなと思います。まあ、そうなった時のために選び分けのポイントっていうのを詳しく分かりやすく解説していきます。それではやっていきましょう。まずは価格や重量など簡単な部分の比較です。こちら DSi と XFly Pro 2の価格は 24,200円、DSi と XFly 5の価格は 23,100 円です。2つの価格差は1100円で、スパイクの重量については XFly Pro 2が片足約 195g、 DSi と XFly 5の方が約 202g なので、今回測りで計測したこの数値上の結果っていうのは、 XFly Pro 2の方が約 7g 軽いという結果になりました。ただね、実際に2足をこう履き比べてみると、どちらも軽さもいい感じです。正直ね、このたった 7g の差なんで、重量に関してはもう本当どちらもほぼ同じぐらい軽いっていう風にね、解釈してもらって全然大丈夫だと思います。はい、もちろんね、この交互に両方を細かく履き比べたりしたりとか、あとはXFly Pro 2の方がね、このやっぱソールの前足部は柔らかいんで、感覚的な話で言うと、どっちも軽いんですけども、 XFly Pro 2の方が若干このより軽いかなみたいなのはね、そういう感じもあったんですけども、 XFly 5を履いた時に重っみたいなね、そういう風になることは絶対ないんで、 DSi と XFly 5の方でも軽さっていうのは全然合格点ですし、軽さについての評価っていうのはどっちもグッドっていう評価になると思います。はい、次にアッパーのフィット感とか履き心地の違いについてです。アッパーの素材はどちらもプラチナムカンガルーレザー採用です。カンガルーレザーの内側に内蔵されているこのホーム材に、ね、関しては、 XFly Pro 2の方が約 5mm、 XFly 5の方は約 4mm っていうね、そういったこの細かな違いっていうのがあったりするんですけども、あとは DSi と XFly 5の方は内外対称のスタンダードなステッチパターン採用です。で、XFly Pro 2の方は非対称のステッチパターン採用されてます。はい、基本的にはどっちもこの柔らかなカンガルーレザーが採用されていて、フィット感だったりとか革の足なじみ、そして履き心地の良さっていうのをもたらしてくれる、作りになってます。はい、で今回ですね、ゲームでこの XFly Pro 2と XFly 5をこう交互に履いてみたんですけども、革の足なじみ具合っていうのはどっちも上々でした。革がこうすぐに馴染むかっていうよりかは、やっぱりその中のホーム材の厚みとかもしっかり関与してるんで、何回も履いていくうちにこう徐々にじっくりと革が馴染んでくるっていうね感触でした。やっぱり高密度のスポンジが両方とも入ってて、厚みにちょっとした差はあるんですけども両方とも入ってて、やっぱそのホーム材がしっかりと入っているおかげで、革がこの簡単に伸びすぎたりしないというかね、へたりにくいっていうところがね感じることができました。はい、アッパーのフィット感だったり履き心地については本当ね、甲乙つけがたいっていうのがね正直なところです。ただね、そんな中でちょっとした選び分けのポイントになってくるんじゃないかなっていうところが、前足部のカンガルーレザーの採用範囲の違いです。前足部の革の採用範囲っていうのは、 XFly Pro 2の方がちょっとだけ広いんで、足の小指の付け根のね、この骨が一番こう出っ張ったところまで革が包み込んでくれやすい設計になってます。なのでこうやって比べると、XFly 5の方は一番先頭のハトメ穴と2列目のハトメ穴のその中間のところでカンガルーレザーとマイクロファイバーの切り返しがあるんですけども、 DSi と XFly Pro 2になるとハトメ穴の2番目と3番目の穴の中間のところにカンガルーレザーとマイクロファイバーの切り返しのポイントがあるっていうところですね。単純にこの作りの違い分、 XFly Pro 2の方がカンガルーレザーが採用されている範囲がより広いんですね。なので新品のスパイク履き始めた時に、いつもこの小指の付け根のところとかがよくこう痛くなりやすいみたいなプレイヤーの人は、 XFly Pro 2の方が足に合いやすいっていうね、そういった傾向はあると思います。もちろんね、 DSi と XFly 5も足の小指の付け根のあたりに対してめっちゃ圧迫感があるかというと別にそんなわけではないんですけども、この2つを比べた時に足の小指の付け根のところ、一番出っ張ったところが
しっかりカングレーザーが積み込んでくれるのか、それともちょっとエクサ5の場合はそのここの切り返しの部分がそこに関与してくる場合ももちろんその人によってはあるんで、っていうそこの違いですね。まあ、人によってこの側長に対しての側歯の長さの割合っていうのはこの微妙に変わってくるんで、まあ、ここはね絶対そうなるっていうふうには言えないんですけども、とりあえずこのカングレーザーの採用範囲、ね、2つを比べた時に XI5 よりも XI Pro 2の方が革の採用範囲がより広範囲になってるっていうのはね、それは一つ事実としてあるんで、そこは DSI と XI Pro 2のちょっとしたポイントの一つと言えると思います。あとはアッパーのこの中足部から後ろには両方ともマイクロファイバー、まあ、人工皮革が採用されています。でこのマイクロファイバーはどちらもこの天然皮革っぽい柔らかさと、あとは人工皮革の丈夫さ耐久性っていうのを兼ね備えてるんで、フィット感についてはやっぱもちろんいいですし、あとは足なじみとかそのサポート性のバランスっていうところもいいです。その中でちょっとした違いとしては DSI と XI Pro 2の方は両サイドのねこの内側に補強材が配置されてます。これね見てもらえば分かると思うんですけども、中足部のところにねこの補強材が採用されてるってことでね、なのでその DSI と XI Pro 2の方はこのスプリントのプレーの時とか、あとはカットイン、そして切り返しとか、その瞬間的なターンとかっていう時にも足の横ブレっていうのが発生しづらい、その補強材があることで、それを抑制してくれるっていうね効果を備えてるっていうところが一つポイントになってます。で一方の DSI と XI5 の方はその補強材っていうのはないんですけども、その補強材がない分厚みについては DSI と XI Pro 2よりも XI5 の方がちょっとこう薄さが感じられるっていう作りになってます。なのでインサイドでのこのボールトアップとかインサイドキックの時によりこの薄さ感がね、際立つ感覚っていうのが好きなプレイヤーの人は XI5 の方がマッチしやすい傾向があるんじゃないかなと思いますし、その一方でこの中足部のこの両サイドのサポート力っていうのをより重視したいっていう場合は XI Pro 2の方がマッチしやすいと言えます。そしてヒール部分の構造の違い、かかとのホールド感の違いです。 DSI と XI5 の方はアウトソールと一体化した外付けのヒールカウンター搭載です。で DSI と XI Pro 2の方はヒール部分の中に、まあ、ヒールカップが搭載されているっていう作りになってます。まあ、ここは明確な違いです。実際に履き比べてみた感想で言うとですね、かかと周りの締まりとかホールド感に関してはどちらも緩さっていうのはなくて快適なかかとの収まりっていうところなんですけども、まあ、細かく、まあ、シビアに比べていくと XI5 の方が、まあ、若干いいかなっていう印象は受けました。なのでめちゃくちゃはっきりとした差があるわけではないですし、まあ、基本的にはどっちもね本当かかと周りのフィット感だったり収まり具合はいいんで、あとはやっぱりそのどちらもヒール部分の内側の素材には肝素材っていうのはねあのふかふかの素材が採用されてて柔らかな感触になってるんで、なのでどっちもこのヒールの構造とかに、まあ、大きな問題とか欠点があるわけっていうところではないんですけども、まあ、かかと周りのこの締まり具合のにガチで俺はそこにシビアにこだわるんだっていうプレイヤーの方とかですね、あとはこの外付けのヒールカウンターが搭載されていることによる安定感っていうのをね求めるプレイヤーの方だと DSI と XI5 の方がマッチしやすいというふうに言えると思います。今回のその XI5 に関しては外付けのヒールカウンター搭載しながら、よりこのいろんな人のかかとの形状、かかとに合いやすいようなヒールカウンターの高さとか形状とか厚みとか角度とかっていうところになってるんで、やっぱそこは XI5 の、ストロングなポイントの一つかなって思います。そしてアウトソールとスタッドの違いについてです。こちらが DSI と XI5 のアウトソールで、こっちが DSI と XI Pro 2のアウトソールです。違いはもう一目瞭然ですね。で DSI と XI Pro 2はこの大胆にソールをねくり抜いて、でそこにメッシュ素材を採用した薄型軽量アウトソールになってます。なのでより軽くてより薄いアウトソールなのが DSI と XI Pro 2に採用されているこのアウトソールなんですけども、ソールのね中足部が後ろについてはしっかりと剛性があって、でソールの前側ですねは屈曲性に優れているっていうのが特徴になってます。こういう風にねソールの前側は結構グニャグニャすぐねスッとこうソールが屈曲してくれるっていうねそのレスポンスの速さみたいなのが特徴で、でプラスアルファでソールのねこの先端のところに1本ねスタッドが配置されてます。 XI5 のアウトソールと見比べてみてもここのスタッドが1本多くなってますよね。これね、でこのスタッドっていうのが DSI と XI Pro 2のストロングなポイントになってます。ここの位置にスタッドがあることでダッシュの時とかスプリントの時にソールのねこの先端までしっかりとグラウンドを掴んで蹴り出すっていうことがねできるようになってるんで、でそこにこの XI Pro 2のアウトソールの前足部のこのスムーズな屈曲性ですね、スッてこのレスポンスよく屈曲してくれるその屈曲性と相まって、パワーロスなくしっかりソールの先端までしっかり蹴り出せて、よりクイックな足運びっていうのを可能にしてくれます。ここが DSI と XI Pro 2の、いわゆるスプリント性能って言われているところのキーポイントとなる部分ですね。はい、
で、その一方 DSi と XI5 のアウトソールはというとですね、ソールの先端のサブスタッドっていうのはこれはないんですね、はい、XI5 の方は。なのでこのスプリント性能をサポートするような機能っていうところもないです。ただまあサッカースパイクのアウトソールに必要なこの剛性、強度、安定性、そしてソール全速部の屈曲性というところも比較的このバランスよく備わってるんで、でそこにこのスタッドのグリップ力の良さっていうのも組み合わさってるんで、 XI5 のアウトソールはどちらかというとそういったあの XI Pro 2みたいな尖った部分みたいなのは、その何かにこのフォーカスした機能みたいなのはない分、いろんな人がこう履きこなしやすいアウトソールに仕上げられてるんで、そこがポイントですね、はい、という感じで XI Pro 2の方はスプリント性能にフォーカスしたアウトソールで、 XI5 の方は使いやすさっていうところを追求したアウトソールになってるっていうところが、まあ、選び分けのポイントとしてあります。というわけでレビューのまとめです。 XI Pro 2と XI5 の選び分けのポイントを列挙すると、どっちもフィット感、履き心地はいいという前提があった上で、たったこの数グラムの差でもとことん軽さ、軽量性にこだわるプレイヤーとか、スプリントをサポートしてくれる要素が組み合わさっているスパイクが履きたいなら DSi と XI Pro 2。その一方ですね、外付けのヒールカウンターが搭載されているスパイクにこだわるプレイヤーとか、バランスが整ったアシックススパイクが履きたいならDSi と XI5 というのが簡潔な選び分けのポイントになります。あとは今回の動画で解説した要点とかポイントっていうのを頭に入れた上で、サカショップで両方とも試着してみてどっちにしようか決めていけば OK だと思います。まあね、どっちかを選んだらその後もうそっちしか履いちゃダメみたいなね、決まりはないんで、うん、どっちともまだ履いたことないっていう段階であれば、最初はどっちか一方をまず買ってもらってみて、まあ、あの中高生とか学生の場合は、はい、でそっちをしばらくね愛用してみて、で数ヶ月してまたそれ寿命が来たら、じゃあ次はこっちにしてみようかなみたいな感じで、2つとも自分でチェックできるんで、その中で最終的に自分の足にはどっちがよりマッチするのかなっていうのを見定めていくというか、判断していくっていうねやり方もありなんじゃないかなと思います。まあ、一つの例で言うと、中学生の時とか高校1年生ぐらいまではいわゆるこのスタンダードなあの中価格帯の、まあ、耐久性も良くてフィット感もあったりとかする DSi と履いててっていうプレイヤーが、例えばこの2年生ぐらいになったタイミングで、まあ、A チームとかに絡むようになったりとか、試合のね出場機会も増えてきたっていうところで、あのアシックスの試合用のスパイク欲しいなってなったら、まずは例えば DSi と XI5 の方を、まずちょっと親に買ってもらって、で高2のこの前半のシーズンとかは XI5 をしばらく履いていって、でまたそれがちょっとこう何ヶ月も使っていて寿命が来たら、次はこう XI Pro 2の方を親に買ってもらってしばらくそっち履いていってってところで、数ヶ月ごとに XI5 と XI Pro 2を履いていって、両方ともこの自分でしっかりと履いて使ってみた上で、どっちがこの自分の足により合うか、どっちが自分のこの高3の大事なシーズンの勝負スパイクにマッチするのかっていうのもね、改めてこの自分でしっかり考えて判断して高校3年生のシーズンにこう突入していくってね、そういったやり方だとこのスムーズにこの2つの選び分けが行えるんじゃないかなとか思ったりしますね、はい、僕が今例えばそういう高校1年生と高校2年生のタイミングでどっちにしようか迷ってるって考えたら、多分そういう風にして履き分けていくと思います、ね、一気にこの2つ買うとそれはめちゃくちゃ お高いんで、でもどっちが1個ずつならそのね親にお願いして買えたりもするかもしれないで、うん、まあ、そうするとね、まあ、自分で2つとも履いた上で判断していくんで、もう間違いがないというか、うん、本当ね、それだったら多分悔いは残らないと思うんですね、そういう選び方すると、うん、だからそれも一つありなんじゃないかなとか思ったりしますし、あとやっぱそれで高3はどっちかで選んだとしても、また大学でサッカーやるってなったら、その時はその時でね、また大学1年とか2年の時はまだトップチームにあんまり変わらなかったりもするから、その時はまたあのコスパに優れたスタンダードな DSi と履こうかなみたいな感じで、そっちにまた戻って大学3年生とか 4年生になったタイミングであのトップチームに絡むようになったりとかして、よりこの軽いフィット感に優れた試合用スパイク欲しいってなった時は、またその時はまたひょっとしたらね、あの DSi と XI Pro 3とか XI6 とかが出てるかもしれなくて、でその時はまたその時でまた選び分ける楽しさがあったりするんじゃないかなとか思ったりして、うん、なんかまあこれはまだ分かんない話ですけどね、はい、まあ、そういう感じでこの2つのシリーズは本当どっちも良さがあって、どっちも今後続いていく継続していくシリーズだと思うんで、そこは一つ楽しいところですよね。やっぱ迷ってる時も楽しかったりするんでね、うん、どっちにしようかなって考えてる時間もスパイクマイスター的にはあのすごい好きだったりもするんで、うん、まあ、どっち選んでも間違いはないと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。スパイクマイスター小平でした。